皆さん、こんばんにゃ。どうも、猫川ひゆかです。こんばんにゃ。八0 8さん、ハートありがとうございます。ということで、あのー、あのー、キャッチフレーズを、お、キャッツフレーズを今日はしていこうと思うにゃん。<laughs> では、いきます。福井県といえばー、カーニー,ー、恐竜、 ヒーユーゴーこんにちは皆さんはいこんにちは今日はハロウィン間近ということでして早速ですがあの猫耳をつけておりますというかまあ猫耳をつけてるというかあの勝手に生えてきたという感じですねはいそうなんですなんと鈴がついております ミィレ6番さん、コウモリありがとうございます。ョウ君コウモリ、りありがとうございます。そして、改めまして、テロップにも書いてありますが、皆さん、舞台挨拶、ありがとうございました。<laughs> なんと今日でした。そう、あのー、あの庭の、映画、あの庭の扉を開けた時の舞台挨拶が、今日、あのー、12時からと、12時40分ぐらいからと、はい、2回、今日はありまして、皆さん、 ありがとうございましたはいちょっとね今日は本当にねその舞台挨拶ね正直めっちゃドキドキしていてもう本当に久しぶり前先行上映した時に比べるともう本当に約1年ぐらい経ったんですよねだからそう久しぶりだったのですごい皆さんいらっしゃるかなーなんてちょっと思ってたんですけど目の前にね えいともの皆さんがいらっしゃって、すごい嬉しい気持ちでいっぱいでした。ありがとうございました。あの、明日もありますので、まだチケットも販売中ですので、ぜひね、明日行けるよって方は、ぜひ来てほしいなと思います。はい。そう、今日だったんですよ。明日もでもあるからね、皆さん、今日行けなかった、えー、知らなかったっていう方は、ぜひ明日、あのー、お時間あったら来てほしいなと思います。待ってます。でですね、今日舞台挨拶でお話しさせていただいたことはですね、 ネタバレになるのでまた見てない方は見てない方がいると思うのであんまり詳しくは言えないんですけど、まあ、撮影のエピソード思い出話だったりとかあと、あのー、今回映画撮影ん映画公開決まりましたがどうですかとかそういうことをねいろいろお話しいたしましたのでまあ明日もお話ししますのでうひ気になる方は明日来てほしいなと思います。 あと舞台挨拶がですねもう本当に明日までなんです今日と明日だけの2回の舞台挨拶だけなので皆さんねぜひね明日来てくれれば私に会えますよということですわ喋るたびうなずくたびにこの鈴が鳴っちゃってごめんなさいうるさいかもしれないですけどもはいそうあとニュースにもなってるっぽいですよねすごい嬉しいですね ありがとうございます。そう、今日は、今日の髪型と今日の服装。今日はですね、可愛い,いでしょこれお気に入りなんですよ。今日は、緑色のワンピースで、髪型はハーフアップ。ここ三つ編み実はしてるんですけど、見えるかにゃーえ見えないかもう見えないかこれちょっとわかるかな三つ編みでハーフアップで、もちろん私の大好きな外ハネでございます。なんか、 今日のコーデで猫耳だとちょっとあれ,あれじゃないですか高級感ある感じじゃないですかはいということで、ね、今日はこんな感じでした明日も明日はね服買えますよ服とか髪型買えますので明日はねどんな髪型なんだろうどんな服装なんだろうって思う方はぜひ着てほしいなと思いますはいねえ 今日そう、私も我ながら結構いいビジュアルをしているというか、髪型がね、すんごい可愛くしていただけて、なんか、えぇーって思いましたね。すごい優しいメイクさんでした。あ、そうだそう今日すごい、そうだ、そうだ。今日すんごい嬉しいことがありまして、久しぶりにその、松岡ちゃんに、子役の子なんですけど、映画一緒に出演した子で、あの舞台挨拶で一緒だったので、久しぶりにお会いしたんですけども、本当にね、 あの可愛かった隣でねずっと頑張っておしゃべりしていてもうすんごい癒されましたあと「細いね」って言ってくれました「いや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 と」ともうねすんごい細くて細くてでもね全然もう前とは変わらず可愛さは変わらずでもすごい、あのー、お話とかもたくさんできるようになっていてすごい成長してるなと改めて感じました。 でも私も本当にあの監督さんとかプロデューサーさんとお会いしたときに、わあ、大人っぽくなったねって言われたので、私も成長してるのかなーなんて思いました。サブちゃんさん、ハートありがとうございます。はい。ね。そうなのよ。で、あと、そうあとね。 今回は舞台、あのー、挨拶に立った方が監督さんプロデューサーさん松岡ちゃん私そしてメインテーマソングを歌ってくださっている井上あずみさんそしてエンディングテーマソングを歌ってくださっているガウさんの126人かなで登壇したんですけれども、あのー、井上あずみさんとガウさんはもう初めましてだったんですけどすごい、あのー、気さくな方ですごいお話をしてくださって。 私が入った時に「あら?」みたいな「ひよかちゃん」みたいなもうなんか私のことを知ってくださっていて「よろしくお願いします」って言ったら「よろしくね」みたいなで「今日はお仕事だったの?」みたいなこと言われて私は「あ福井から来ました」って言ったら「福井?」って驚かれて「あはい」って言ったら「井上さんは石川県出身だそうでそうなんと共通北陸ですごい嬉しくってそう。 田所さん本当ありがとうございますそうすんごい嬉しくってであのー「ね北陸隣で嬉しいね」ってことを言ってくださったあと舞台あもそつでもそのあのお話をしてくださってすんごいすんごい嬉しかったです私は。そうでもねまさか私がずっと昔から知っている「隣のトトロ」とか「ラピュータ」の「君を乗せて」とか。 すごいよね。それを歌ってらっしゃる方が隣で、しかも今回舞台挨拶で生披露です。生歌唱があるんですよ。これめっちゃレアだと思いますよ。舞台挨拶で生歌唱が聴けます。今回の舞台挨拶。なのでぜひね、皆さん来てほしいなと思います。本当にすごかった。めっちゃ上手でした。ョックハートルさありがとうございます。もうね、とにかく引き込まれちゃうし、すんごいもうずっと私聞いてるとき、 口開いいちゃいましたそんぐらい超上手ですなので是非皆さんあの明日いらっしゃる方は楽しみにしていてほしいですうんうんそうですねあとガウさんガウさんもすごくあの面白い方であの松岡ちゃんがねその舞台挨拶の前にちょっと緊張気味だったんですよでそしたらあの緊張しないようにねすごい笑わかせてくださったりとかすごいもう優しい方でした もうね感動なんか私はすごい今日出会った方々が優しすぎてなんかもう温かい気持ちで今帰っておりますはい田所さん虹色レインボースターありがとうございますそうなんですすごい温かい空間であと皆さんお客さんのお客様もあのすごい私が話してたりする時にうんんうなずいてくださったりとか そう,もう本当に温かい舞台挨拶になりましてもう緊張もあまりせず自然体で話せたかなと思いますはいさあ明日はどうなることやら明日もスムーズに自分の気持ちを話せたらいいなと思いますはい舞台挨拶で思ったように話せたそうだな舞台挨拶で思ったように話せたかも結構うんそうだねうんでも 明日はまたなんか違うことについてお話ししようかななんて考えております。うん。はやちゃんさんかぼちゃありがとうございます。<laughs> ひゆかちゃんは舞台挨拶でしっかり話して偉いです。ありがとうございます。でも本当に本当に今回改めて素晴らしい映画に携わって てますし、いやもっと皆さんに見ていただきたいなって思いますので、ぜひ今回ね、大ン来てくださった方とか、あの先行上映を見てくださった方とか、ぜひぜひね、あのいろんな方にお話ししても、たくさんの方にこの映画を広めてほしいなって思います。もういろんな方に見ていただきたい、すごい素敵なファンタジー映画なので、ぜひ見てほしいなと思います。よしさん、ハートありがとうございます。<laughs> う,んうん、うちはうちははね今回は結構うちは出してる方は少なかったですうんでもそれはきっと配慮してくださったんだろうけどまあ来た時出てくる時とか帰る時にささっとちょっと出してわーってやってくださった方はいるんですらっしゃったんですけど基本的に喋ってる時とかは誰も出してなかったですだからその方が結構やっぱりいいかなと思いましたねなんか別にうん その方がいいかも。私が出てきた時は全然出しててもらっていいんですけど、やっぱり喋ってる時とかはやっぱ話を聞いてほしいですしそう、今回私のイベントというよりかはも、この映画の舞台挨拶なので、私メインじゃないのでぜひね、ちょっとそこの方は配慮していただけるとなと思います。はい。トラウトさん、コウモリありがとうございます。はやちゃんさん、コウモリありがとうございます。 猫耳かわいいありがとうございます今日これめっちゃ探し回った実は。なんかねその何をしようかなと思っててハロウィン。でも今回本当に時間がなくってあの仮装まではできないしあとお話し会はねもう生誕ティーを着るっていうお話を皆さんにしちゃってたのでだからまあせめてのものをちょっと仮装っぽくということで猫耳だけでも買いたいなと思ってねもう今日はもうめちゃめちゃ探し回ったのこれだけのために。えいえい。 意外とこの猫耳のもの耳もねあの結構よきお値段がするということで、まあ、やっと個性で見つけてどうですか結構いい感じじゃない <laughs> そうハロウィン先取りをもう私はもう気持ち的にはハロウィンなんだからそう今日買ったばかりなのだから結構疲れちゃった。舞台挨拶して おうと思って、そっからまあ探そっかと思って、これのためにめっちゃ歩いたから、そう、めっちゃ疲れちゃった、これだけで。<laughs> そう。ひゆか猫より犬っぽいって言われない。嘘嘘犬っぽいかなでもね、な目が結構ちょっとつり目そんなことない。まあでもアイラインで下げてるからわかんないかもなんだけど、結構なんか、 ちょっとこんな感じなんですよ目がだから猫の方が結構多いけど性格的に性格も猫な気もするけどどっちだと思います皆さんは <laughs> どうなんだろうことさんかぼちゃありがとうございますあやかんちゃんかぼちゃんありがとうお明日ひゆかのハロウィングッズ届くみたいおいいぞいいぞ皆さん生誕ティアは届きましたかな届きましたかね ぜひお話し会の時に一緒に生誕ティー着てお話できたら嬉しいなと思います。はい。お来たっていう方もいらっしゃってよかったよかった。ジョニーさんハートありがとうございます。<laughs> ね今回の生誕ティー超可愛いでしょ。 イラストもこだわったのよまたちょっと後々私も届き次第ちょっとまた解説しようと思いますねイラストうん日曜日の日曜日のお話し会おしまし使えなくなってたね月は乾杯に向けておおしまし使えなくなってたの嬉しいおしまし使えないってことはあれだよね ささんが撮っっっててくだだたからってことだよねありがとうございますぜひ皆さんお話ししましょうたくさん10月は3030 30で終わりなのでぜひお話ししましょうサッターさんハートありがとうございますねお話し会何げ久しぶりの感じがするなんかうん久しぶりかも やばい楽しみねえ話したいこと多分めっちゃ多分今回あるよねだって誕生日以来のお話し会がこれが初ですからいやーたくさん話しましょうね皆さんうんそう誕生日以来だよねおー楽しみですありがとうございますうんうんうん そう、直接お誕生日おめでとう。言える機会だからそうだよ。なので <laughs> ぜひ来てください。<laughs> 待ってます。<laughs> あとお話し会の時もちょっとこれつけようかな。ちょっとうるさいかもだけど、ちょっとでもハロウィン感を出すためにこれつけてやろうかな。なんても思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。大輔さん、かぼちゃんありがとうございます。今日はかぼちゃが多いね。やっぱりハロウィンだから。 東京のハロウィン渋ハロだっけ渋谷ハロウィン今年もあるのかなちょっと怖いんですけれどもねえあんなガチガチのハロウィンとかしたことないので「いって!」って首が折れる <laughs> したことがないのですごいなんかドキドキですね余裕のないゆうちゃんさんさつまいもありがとうございます 最近本当にねさつまいもを食べ過ぎてますちょっと抑えないとやばいですカーさんかぼちゃありがとうございますそういえば今日は何でグリーンの洋服選んだの別にね色はこだわってなかったんですけどそう黄色にしようかなと思ってたんだけど黄色の服がなくってお気に入りっていうかまあそのなくってでやっぱり舞台挨拶特別な日って思ったのでちょっとまあ 結構パーティー感あるじゃないですか。これってすごい大事な時に着ていく服だなと個人的に思っていたので、いや、今回着るしかないと思って、まあ色は別にこだわらず、あの形とか雰囲気とかで、今回はこのワンピースにしてみました。そうなのよ。808さん、だるま、ありがとうございます。いい感じですか明日はどんな服なの明日はね、明日は今,今日とは全然違う感じ 明日はもうちょっと方向性らしいかなうんな、な、どどう言えばいいんだろうでもでも明日もまあ楽しみにしていてくださいという感じですね <laughs> <laughs> ゆきたんさんハートありがとうございます大好きなバラありがとうございます うん,うん、うん、こんばんは皆さん今日そうだ今日は金曜日だよ金曜日1週間お疲れ様ですね東京来て何か美味しいもの食べたまだ今のところなんか満喫してないですご飯系 OK はそうこれ買いに行ってもうあの いち早くあのホテルに帰りたいということでもう疲れたのでそうだからあんまり食べ物は何も食べてなかったですそうだからはいそう来週もねそう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 今回お話し会あって来週もすぐあるのお話し会がだから またすぐ会えますね皆さんねね。こんにちは皆さん, <laughs> うん明日は舞台挨拶終わって観光する時間あるのあると思う明日は明日観光したいなちょこっと そう、歩きすぎてね、猫側、ひゆかの HP がゼロになっちゃったの、そうなの。そういうことなんですわ。猫はやっぱり歩くの苦手なのでね。という感じで。<laughs> はい。そうなのよ。ちょっと。結構ね、私、早いんですよ、歩くのが。これめっちゃ友達にも言われるんですけど、歩いてるとき、マジで早いって言われて、ちょっと一旦さ、ゆっくり歩いてって言われて、そう、いつも注意されるんですけど、 私もうずっと早歩きスッ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 とあの歩いていっちゃうんですよねもうスタ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 とだから今回ももうすごく使いましたよその分消費はめっちゃするんですよねでも早く歩きたいんですよねなんか無性に足がパ,パパパパパッと動いてしまいますはいそうなんです でもなんかねゆっくり歩いてると人とぶつかっちゃいそうな気がしちゃうんですよねなんか東京とか特になんですけど人が多いじゃないですか電車の中電車駅とかそうだからなんかもうささっと歩かないともう置いてきぼりでダーってなりそうなので私はもうキュキュキュ,ュって避けてと行きますそう正吉さんくまありがとうございます引っ越し準備でバタバタ頑張ってくださいお引っ越し多分きっと大変だろうねそうだよね 私はまだ全然経験したことがないのですが、引っ越しは大変そうです。迷子にならない乗り換え得意最初はね本当にねもうめっちゃ苦手で、あの毎回迷ってました。行き方も分かんないし乗り方も分かんないし、でも一回東京に行ったけどその時の記憶ももうないし、えっと私どっ 分かるのってどこでおいてやばいいんだっけあ,あ、えぇ、ー、ぇってなってずっとあのパニックってました最初の方はでもやっぱ慣れですね慣れってすごいねだから今もうちゃちゃっと調べてちゃちゃっとあ、こここっちかとかあ、こっちっても多分まあもうもう戻ればいいかーとかなんかまあ成長したなーって我ながら思いますねそうでもめっちゃ私方向音痴ですね結構方向音痴です遠回りしたり逆方向行ってたりとか グ、えーグルマップ見てるのにっていうことがよくあります結構方向音痴ですそうだから本当にアプリないと多分やばいですねうんやばい今回も若干迷ったんですよ池袋ヒューマックスシネマーズ皆さんも迷わず来てくださいねそう結構ね私方向音痴なのよくないよね本当慣れたいですよ うん。お、明日行くよーって方がいらっしゃいます。待ってまーす。明日来てねー。ー G S さんクマありがとうございます。ごめんなさい今日は猫ですがありがとうございます。ねそうだよねそうだよね迷っちゃうよね。本当皆さんぜひアプリを見ながら。 帰ってください、無事に。うん、お明日行くって方がたくさんいらっしゃって、嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。好きです、だって。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。<laughs> おじゃあ皆さん、明日。 ぜひとも楽しみにしていてください待ってますそう結構そうなの舞台挨拶ね距離が近いんですよそうだから結構近めでお話ししますなので皆さんあの心の準備しておいてください結構近いですあ皆さんからちょっと私告白されてて戸惑っちゃいますね俺も好きありがとうございます愛してますありがとうございますありがとうございます急なアイコメントが ありがとうございます私もです。<laughs> 舞台挨拶って何分くらいなのそうだな体感15分20分15分20分だったはずそんぐらいかの体感的にどうだったんだろうほんとはそんぐらいだったはず、うん、ですはい。あ急にいっぱい バクマ好き。娘にしたいです。今、今だとペットの方じゃないかな。娘にしたいですかありがとうございます。ありがとうございます。あ、歌込みであ25分、十五分、じゃ約30分ぐらいあったのかな、じゃあ。じゃそんぐらいあります。だから結構、まあ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 、まあまあまあ、まあ、入れますよ、一緒に。 うん。<laughs> あ、えっとね、私はね、あれなのよ。あ、なんでもないわ。あ。武蔵さん、かぼちゃん、んありがとうございます。 明日は仕事だからエールください。頑張ってください。仕事を頑張ってください。ファイトファイトそろそろ TikTok をまた更新しようかと思っそうだ、これを話したかった。あのね、彼女間 TikTok 動画を、まあ、恥ずかしながらちょっと出させていただいたんですよ。あの、まあ、コスモス畑でなんか <laughs> 彼女をぶっている <laughs> 動画を出させていただいたんです。ですが、なんかあ,あんまりなんか思ったよりなんかちょっと、なんか、 反応があの、あんまりの伸びてなくて、ちょ、ちょ、ちょっと寂しいというか、あの。恥ずかしながら出したんですけど、あの。ぜひとも、あの、皆さん拡散してほしいなと思います。はい。そう。あの、結構、あの。頑張って出したんですけど <laughs>。頑張って出したんですけど <laughs>。そう。でも。 ファンの方、皆さんね、可愛い,いって言ってくれても本当に嬉しい。ありがとうございます。なんか私ね、TikTok を結構まあまあまあやってるんですけれども、バズらなくて全然。ちょっと、またいつか企画で考えましょう。TikTok バズる方法を。うん。私ね、バズり方がね、未だにつかめてなくって。そう。あれ撮ったのはママです。ママが、 ママは協力的結構「<laughs> 行くよいくよ」<laughs> って私が「はやりましたね。そうね何がいいんだろうね何がね流行るんだろう。ねそれこそ私が一番知ってないといけないんだけどなんかね最近の流行りがマジで分かんなくってねえちょっとそろそろ流行りつかみたいですね。うん うん、そうだから今日もちょっとなんかまああげましょうかね TikTok でも溜め撮りが多いので溜め撮りをちょっとそろそろ出さないといけないんですよね溜めてるんだけどなんか,から見返すとなんかうん違うかなと思って消しちゃったりとかよくしちゃうんですよだからもういつまでたっても私はあげれないんですよあの溜めてて後から振り返って「いや違うなー」って言ってまた消しちゃったりして でそうだから取った日にもそのまま出さないといけない私はそれ今の課題ですはい毎回考えちゃうのうんちょっとまだん違うかなとかなんかそう頑張りますうん今日のまつげの上がり方めっちゃ可愛いけどえー、これいね私も思ったんですよ 今日のメイク可愛くないまつげほら見ていつもより上がってないですかじゃじゃんどう今日これは自分で上げたんだけどビューラーはメイクさんのビューラーをお借りしましてねすんごい上がってるでしょうーんわかるかな かわいいよねねいいよね <laughs> まつ毛って大切よねうん、だから結構今回のメイクはいい感じです鬼かわいいかわいいありがとうございます、ね、かわいいよねすごい嬉しい ね、やっぱりなんかメイクさんの,そのビューラーとかいろいろお借りすることがあるんですけどなんかそれを使う時でいつものメイクとはもう全然格段と違う、ね、仕上がりになったりとかすごいやっぱりプロの方のメイク道具もプロだなって思いますね私もちゃんと道具揃えたいですね今ビューラーが結構ちょっとボロボロになっているのでビューラーを買いたいですはい <laughs> しょうくんレインボースターありがとうございますはいビューラーボロボロなんですよ私あのフフ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 ててフフ あのもう本当にねビューラーをもうめっちゃ昔小学校6年生ぐらいにお母さんから借りたやつをずっと使ってるんですよそりゃもうねボロボロになっちゃうよねっていう話なんですよなのに私はまだいけると思ってなんか謎にビューラーちゃんに愛着が湧いちゃってて手放せないんですよでもさすがにちょっと上がりにくくなってきててだんだんとそうだから買わないといけないのは分かっているんですけれども買え,買えないですなかなかはいよいしょ カリパクじゃないよ。ちゃんとお母さんから許可もらったよ。いいですかこれって言ったら。うん、ど,どうぞって言われて、でも後から、やっぱり返してって言われたけど、返してない。実質カリパクでした。カリパクだった。<laughs> そう、だから買わないといけません。はい。そうなんです。こ、う、け、ん、しなひゆかちゃんはもう見れないのかな ううだろうでもやっぱり髪伸ばしたた方がいいいかかななっってなんかまた思ってんまま思す今はこの長さが一番気に入ってるんですけどこれ以上また切ることはもしかしたらないかもあるかも分かんない全然気分によるんですけど今はまた伸ばそうかななんて思ってます。うん、うん ミカさんお化けありがとうございますヒロさんコウモリありがとうございますエビサマさんコウモリありがとうございます家族対抗ヘビ合戦さんコウモリありがとうございますマセウスさんクマありがとうございますはいちょっとカヌレ食べていいですか <laughs> なんかあのねカヌレ買ったんですよ食べていいかなカヌレ ちょっとそってきていいですか。いい方は。いいよって言ってください。おだいりさんの許可取らないとそうだね。おだいりさんいいですか。こうやってやってくださいそうですね。ありがとうございます。ちょっと。ちょっといいよ。いただいたので。ちょっとカヌレを食べてきます。食べ食べ取ってきます。ちょっちょちょっとお待ち。あの人いなくなります。一瞬ね。一瞬ですわよ。 一瞬ですわよ痛い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 ,痛いおら、うん、おいしょ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 おいしょおいしょいうんでるるるるるるるカヌレゲットえーなんか、美味しいのかわかんないんですけどなんとなくなんかおすすめ商品って書いてあったので 買ってみちゃいましたうえーすごいなんかちゃんと本格的カヌレ美味しそうね飯テロかもああ<ー> <laughs> いただきます うーんちょっと硬い。でも冷やしすぎたかも。 ちょっと苦いでも美味しいなんか大人って感じ美味しい かぼちゃん、ありがとうございますへえんか想像と全然違う感じへー中はうん中はうんあ書いてあるわなんかカリカリもっちカリ <laughs> もっちうん 何味なんだろうなんか分かんない食べたことないうんんかりもち外側がカリッとしてて中がもちっとしてる美味しい 美味しそうじゃなんうんうんうんでも結構なんかお腹いっぱいになるかも意外とうんもう夜ご飯は食べました 夜ご飯はカヌレじゃないよ。これはデザートだよ。もう終わったから。夜ご飯は生姜焼き食べました。だっていいじゃない。ちょっと今思ったでしょえ、そんながっつり食べてるのって思った方いると思います。でも私は今日舞台挨拶もしたし、この猫耳を探すのに、すごく歩き回ったんです。だから自分のご褒美として今日は生姜焼きを食べちゃいました。許してください。今日一日だけ。 テロさん、レインボースターありがとうございます岩瀬さんハートありがとうございます、はああしょうが焼き食べますかもう一回か,っかお明日昼来てくださる方がいらっしゃる。 待ってまーすありがとううんうん結構お腹かいっぱいかもうん え、こんながいっぱいかも。う喉乾いた。あ、あのところに水がある。ちょっと水取ってきていいですか。カニロちょっと置いとこ。後にかあからもう一個食べよ。 もう一回だった。一旦これ置いとこう。後で食べるから待っててねー。これで一旦待たせます。ちょっとお水だけ。いってきますわね。一体なくなりますよ。いったよ。いったんだからね。 はいはいということでただいまの時刻は何時ですか？謎だったただいまの時刻は四十二分かな合ってる？あれ四十分あれ？何か <laughs> なて時計バグってるんですけどちょっと二分早いですけどじゃあ一時間待したいので 1一時間増しましょううん。お、初見さんがいらっしゃってるありがとうございます初見さんに猫耳姿を見られちゃってちょっと恥ずかしいですがありがとうございます 今日結構初見さんが多いかも。こんにちは。初見さん、ごめんなさい。猫耳でお恥ずかしいですが、こんばんは。こんばんは。初めまして。坂川ひよかと申します、えー。高校1年生で最近16歳になりました。誕生日来ました。はい、えー。えー、今日です。今日だけですね。ゴミ見つけてるのは皆さん安心してください。 今日はハロウィンの近いと、ハロウィンに近いということで、あの、猫耳をつけていますが。あの、普段は、あの、正常ですので、皆さん安心してください。はい。あと、何、何があるかなあ。あ、誕生日は、あの、十月七日です。血液型は、O 型です。ええー、好きな食べ物。ええー。 なんだってき前決めたんだよな。あ好きなお菓子お菓子好きなお菓子はきなこ餅です。あと、桜山チョコジローです。えー、嫌いな食べ物、苦手な食べ物はごぼうになりました。ごぼうちょっと無理でした。ごぼうと人参が苦手です。えー、好きなこと、絵を描くこと、音楽を聴くこと、寝ることです。はい。あ、映画の線ね。えー、っと、明日 明日なんと舞台挨拶があります。今日もありましたが、明日なんと池袋ヒューマックスシネマズという場所でえっと舞台挨拶がございます。ぜひ来てくださったら嬉しいです。待ってます。あ、福井県代表です。福井県出身です。はい。チームエイトチームフォーを兼任しております。はい。どうだろう。 他に知りたいことありますかねあ、センターのこともアピールしておきますね。えっと、今回、あの、AKB4860 枚目シングル、久しぶりのリップグロスのタイプ C に収録されています、マジカ、あの、セカンドジェネレーション楽曲なんですけれども、そちらの方でなんとセンターも務めさせていただいております。ありがとうございます。ぜひそちらの方も、ぜひゲットして、弾いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。 ペンライトカラーはいペンライトカラーはですね赤とオレンジでございますあのー、誰かお願いします寿司の絵文字の色って覚えてくれたらあ来ましたやんこんな感じで寿司の絵文字の色なのでそちらを覚えていただけたらなと思いますはいはいあとは何があるかなチャームポイントチャームポイントは 笑顔でーす。ぜひニコニコの人を見つけてください。ライブではお願いします。はい。ね、寿司寿司いっぱい送ってくださった皆さんありがとうございます。わざわざ。すみません。そうね、マグロとサーモンカラーって覚えてください。そう、寿司カラーなんです。 あ、改めてキャッチフレーズを、いきます。福井県といえば、かに、恐竜、はい。ひゆか。です。ありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、あの普通に福井は有名なものを言っております。かに、恐竜。はい、私でございます。はい。 あとな、何があったっけななんか来てたな。あ、月一のラジオ。えっと、月一で、あの、土曜日に、土曜日20時から、土曜日の20時から、あの、福井県の地元でですね、FBC ラジオ放課後ライブに、あの、月一で出させていただいてます。ラジオなんですけれども、あの、メールとか、生見えラジオっていう、その、ラジオしてるところをカメラで、生で見れちゃうよっていう、あの、のもありますので、 ぜひ気になった方はそちらの方も見ていただけると幸いです。はい、お話し会もぜひ来てください。ひゆかって自分の性格を一言で表すとどんな感じ?。え。私か。え <laughs>。なん、なんだろう、私を一言で,ですか。えー、わかんない、なん、なんだろう。 えー、なんだろうね私一言で言うと何だろうねなな,なんですか逆に DS さんコウモリありがとうございます天真爛漫まお太陽明るい子太陽天真爛漫 <laughs> 同じようなことばっかり嬉しいでも明るいってことなのかなじゃあ何がいいんだろう あーでも明るいみたいですねすごい明るいことばっかり来ておりますありがとうございますお話から12月しか撮ってなかっただってそれはいっぱいもう一回撮りましょうよ他のところもね12月だけじゃ足りないよはいまだまだ来てください待ってます ありがとうございます。いろいろなんか嬉しいことを皆さんが送ってくださっている。ありがとうございます。太陽だなんて。あ、ひまわりひまわり、背も高いしね、私。そう、実は160センチ超えてるんですよ。結構会うたび会うたび、なんか印象よりに、あ、違う、あの、ツイッターとかでお顔見たりとか、この配信でお顔見たり、結構なんか身長低そうって思われるんですけど、めっちゃ高いです。 めっちゃっていうは言い過ぎた。あの結構多分女性の方で高い方です。160.5かなぐらいあります。そう。なので楽しみにしていてください。会った時に。え、高っとなると思います。はい。<laughs> 確かにひまわりぴったりかも。結構黄色いですし。あと背も高いですし。あとひまわり好きなんですよ。なんからひまわりいいですね。 もばめアピールしたいところなんですけど昨日も送りそびれてしまって本当に申し訳ないです今日は絶対必ず昨日の分も送ります本当すいません昨日ね本当にね今日絶対私プラメ送ろうと思って絶対プラメ送ってやるんだからと思ってさちゃんとねもう打っておいてでもそっからちょっと一旦ねまあいろいろあのありましてあの。 一旦布団に入ることになりましてね。いろいろありまして。一旦まあ、ちょっとね。まあでもまた起きればいいし、と思っては、お母さんが大体起こしてくれるんですよね、その。まあ多分ね。うん。で、一旦寝たんですよ、で、そんで目覚めたらよ。朝だと。待って待ってみたいな。ちょっと待って。朝の6時でした。かくん。<laughs> っってなってで、お母さんに、あのー、起こしてほしかったんですけれども、って言ったら、あのね、私2回も起こしたよって言われて、<laughs> 2回も起こされてるのに、2回とも記憶ないです。私、起こされる記憶ないです。2回ともね、私の手を引っ張ってお母さん、こうやって起こしてくれたらしいの。で、まあ、例えばですけど、再現すると、あーって1回起きて、あーってまた寝たそうです。怖いよね。私、そういうの結構あって、 なんか友達と前修学旅行かなでお泊りした時にそのお友達が私よりずっと起きててで私が一番最初に寝ちゃったみたいなんですよでそれで友達がなんか私に向かってその起こして私を一回でなんかそのおでんくんの絵を見せてくれてちょっとかわいいでしょみたいなおでんくんを私に見せたらしいんですよそしたら私がそれをこうやって起きてちゃんと見たらしいんですよそれをね 見た瞬間にこうやって髪取ってぐちゃぐちゃやって、ポイって投げて寝たらしいです。怖すぎない私何してるのっていう話なんですけど。ね、やばいよね。急にこうやって取って。で <laughs>、ね、もピーナッツ投げてみよう化状態なんですよ。んシュガーナイト状態になってて、あのー、びっくり。それでなんか朝起きたそのぐちゃぐちゃのやつがあるからさ。 な何これ」みたいな言ったら「えい、ー!」で「昨日自分で投げたやん!」って言われて「えみ、ー、たいな「何言ってんの?」記憶ない記憶ない」って言ってそうそいや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 」みたいな友達がもうめっちゃ顔合わせて「ねえ嫌や,やばかったから急になんかさぐちゃぐちゃの人を投げるんだからね」なんかめっちゃ怒られて「えー、みたいなそうちょ,ちょっと怖いよね結構怖いエピソードです私は記憶ございません、ね、そちらうん くかわいいありがとうございますそう結構私ねなんかね怖いんですよそう記憶にないのしかも全部全部記憶にないのサブちゃんさんハートありがとうございますごめんなさい初見さんの初見さんいっぱいいるのになんかね結構やばい人だと思われちゃいますよね初見さんからするとねちょっと変わった方で済むかなどうだろうちょっと変わった方なんです 許してくださいちょっと変わっちょっとだけこ,こんぐらい本当にこれ以外は普通ですからねこれだけちょっとおかしいのは私のおかしいところはこんだけこんだけですから皆さんぜひこうからないでください <laughs> 大輔さんかぼちゃんありがとうございますチョコミントさんさつまいもありがとうございますみかさんかぼちゃんありがとうございますワイプさんかぼちゃんありがとうございますてりょうくんラブレターありがとうございますそう本当にちょっとちょっとだからねもうこんぐらいだよこんぐらい ぐらいですかはいということで、ね、おっ50分ぐらいかな今そちょっとだよほんとちょっとだよちょっとちょっとねそう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 おいしょそう本当にちょっとだようん 寝起きドッキリされたらやばそう多分ね私ね本当に寝起きもよくなくってもうねあのめっちゃ眠たい時に起こされると本当にもう,もう超放心状態になっちゃって喋りかけても全然あの聞こえないんですよもうずっとってなっちゃう人なのでスッキリ起きるともう普通なんですよでもちょっと無理やりもう眠たい時にこうやって「早起きて」って言われるともう。 になっちゃうんですよ。だから寝起きドッキリは怖いですね。あのかけられないことに乗ります。はい。大輔さん、バラありがとうございます。うん、素敵なコンディションだから、スクショタイム欲しいな。お、いいですよ。ちょっと待ってね。前髪どう、どうですか。別に大丈夫ですかね。これ、今回は。うん。どうだ。 うんいいんん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 

できましたはい。ということで、こんな感じでいかがでしょうか、はい。ではでは、ランキングを読んでいこうと思います。ではいきます。13位、サッタンさん、ありがとうございます。また見てください。12位、ワイプさん、ありがとうございます。また見てください。11位、GS さん、ありがとうございます。また見てください。10位、サブちゃんさん、アットマーク。 なんだなんだなんだ。なんだなんだなんだ。光を放つ夢をかけるかわいい子。ありがとうございます。また。あ、ランキング変わった変わった、あ、変わってる。もう一回読み直します。ごめんなさい。13位、サタンさん。ありがとうございます。また見てください。12位、ミーティアーライトさん。ありがとうございます。また見てください。11位、サブチャンさん。アットマーク。光を放つかわいい子だったかな お、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 光を放つ、あゃ、光を放つ夢をかける、可愛い子ら。ありがとうございます。また、見てください。続いて、10位、ワイプさん、ありがとうございます。また、見てください。9位、竹蔵さん、ありがとうございます。また、見てください。8位、大輔さん、アットマーク、舞台挨拶、楽しい。なんだなんだ、ん楽しい。 楽しいなんだ楽しい勝ったかな楽しいかなあれえな、なんだってんだろう読めないたの、たのしなな、なな、なんだなんだな、なんだろうなんだろう踊れなんだろうまが探すわ。あんただ 舞台挨拶楽しかったよ素敵な時間をありがとうこちらこそありがとうございます何の舞台挨拶映画ですまた告知しますね。ちょっと待ってくださいね。7位、美香さんスクリーン、なんだなんだなんだ <laughs> あ、スクリーンデビューおめでとうありがとうございますぜひたくさん見てくださいまた見てください !6 位、よしさんありがとうございますまた見てください !5 位、まさよしさんアットマーク 引っ越しでバタバタ大変だよねぜひ落ち着いたらまた見てください見てね4位808さんありがとうございますまた見てください3位あっ808さん追加されてる明日2日ともじゃあ2回とも行くよかなおどうだどうだどうだ2回とも行くよかな行く はよんなん何だんだなんだ,なんだ <laughs> 多分来てくれるってことだよねありがとうございます待ってますありがとうまた見てくださいそして続いて3位チョコミントさんアットマーク猫顔、ね。ひゆかちゃんに推し編待ったなしまた見てください坂川ひゆかも押してください そして2位、はやちゃんさん、ありがとうございます。また見てください。そして1位は、しょうくんアットマークお仕事に、なんだなんだなんだ、行かれましたかなお仕事行っちゃってるのかな多分。お仕事頑張ってくださいファイト、1位ありがとうございます。また見てください。さあ、ラッキーカニカニ行きましょうか。22位、トしベビースター。 マンさんかなきっとそう。ありがとうございます。また見てくださーい。さあもう一人の方いきましょう。47位、るいさん。ありがとうございます。また見てくださーい。お今日は結構名前がなかなかされてる方が多かった。嬉しい。でも、すごく嬉しい言葉ばかり。ありがとうございます。そして、あの、なん舞台挨拶っていうコメントがまたまたあったので。 改めて告知をさせていただきます。明日、あのー、池袋ヒューマックスで、ヒューマックスシネマズで、ね、私が出演しています。映画、あの庭の扉を開けた時の舞台挨拶がございまして、そちらに私は登壇させていただきます。なので、ぜひね、明日お時間ある方はぜひ見に来てほしいなと思います。改めて詳しい詳細は、ツイッターで、ツイッターやインスタや、755や、プラメや、などなどで、ちょっと告知させていただきたいので、 こちらの方をね見てほしいなと思いますなのでフォローお忘れなくあといいねと拡散もよろしくお願いしますでは今日も一日お疲れ様でしたまた明日会える方は楽しみにしていますではでは今日は3268人の方が見てくださってありがとうございましたゆっくり休んでくださいにゃんそれでは今日もお疲れ様ですにゃん <laughs> じゃあね ありがとうございましたまた